県シードネーム山本光さんからいただきました、はい、鈴村さんこんばんは。早速ですが諏訪部さんに質問です。なんで俺にばかり。諏訪部さんが演じるキャラには、うん、俗に言う俺様キャラが多いようですが、うん、諏訪部さんも俺様なんですか。鈴村さんから見た諏訪部さんの印象を教えてください。これは本当にね、あの誤解を招くから割とみんな信じがちですから、はい、ちゃんと言いますよね、はい、全然俺様じゃありませんこの人、はい、本当ね、もうねめちゃめちゃ傷つきやすいからみんな守ってあげて。すごい傷つきやすいのこの人、ガラスのハートですよ、ガラスの10代ですよ、本当にね、かなり全身がデリケートな部分で、ね、デリケート、本当クリスタルボーイですよこの人、本当にね。バカ、それはダメなんだよ。そうか、ものすごい傷つきやすいからね、みんな気をつけてあげてくださいね、本当にね。いやいやいや、優しい言葉の一つもかけてあげるとものすごい勢いで喜びますからね。ガラスの元10代ですから、はい、そうですよ、うん、ね、これも微妙なんだよね、今日は やばかったよ。なんで大丈夫ですよ、うん、今日は大丈夫ですか。温かい目で皆さん見てください、はい、でもそんな人が今日は僕をいじめるわけですよ、うん、なんか僕